皆さんこんにちは。こんばんは。にゃんにゃんチャンネルのキャベ太郎です。もっこ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 大佐です。ちょっと待って、何それ。滑った。じゃあ前からいる人も分かんないし、新しい人も分かんないしさ。あ、これもっこ大佐です。作ったの？作ったよ。何、 YouTuber みたいに溢れてるでしょ。え、俺オリジナリティすごいでしょ。何、もう一回やって。いや、そう言われるとなんかね。あれこれも、はい、あれだよ、もう乗せてからリピートして何回でも聞いてくださいよ、本当に。ちょっと来週までに俺も考えておよう。まあ、そんな話はいいんだよ。で、今日は、そうそうそう、で、今日はですね、11月6日土曜日、日本は23時ですね、収録しております。はい、はい、で、恒例の週刊にゃんにゃんレイディオってことですね。はい、これ毎週やっていくのかな。恒例と、もう気持ちはね、うんうん、毎週火曜日火曜の朝、夜の方がいいって人もいるから、まあ、その辺はちょっと様子見ながらだけど、うん、そうだね、うん、朝出した方がなんか作業用ラジオって感じでいいかなと思うので、うん、まあ、火曜日の朝に投稿しましょう。そうですね、うん、まあ、この週刊にゃんにゃんでは、うん、どんな話ですか。そうですね、週刊にゃんにゃんでは、浦和レッズの話題を中心に、日本のサッカーに関わる話題っていうのを、ピックアップして、2人で話していこうというほいほいコンテンツになってます。はいはい、まあ、で楽しんでもらえたらいいですね。そうですね、はい、なんかこうコーナー化してほしいとか、そういうのあれば、うん、どしどしコメントにいただけたらすごい嬉しいですね。この話触れてるとかも結構ね、はい、こうラジオ感覚でやってるから結構時間あるし、なんかそういうのをコメント欄に残してもらえれば。そうですね、はい、で、どうでした今週。今週ね、まあ、今週はね、まずね、謝罪からですね。裏着出演からあれだけ煽って、うん、全試合同時視聴生配信やってますって煽って、うん、まあ、音響トラブルで声出ず、はい、枠取り直し、うん、まあ、10分ぐらい待ってもらってからやっと出たっていう形になってて、はい、まあ、すみませんでした、本当に、うん、まあ、期待してきてくれた方には。まあ、だって今回はね、この今週末、うん、まあ、これ投稿した時はもう試合をやってると思うんだけど、うん、鹿島アントラーズ戦はまあまじばっちりやってるはずなので。はい、まあ、ね、応援するつもりでね、チャンネル登録外されると悲しいから。もう一人一人増えた、一人減ったの世界だからね、俺たちは。そうですね、うん、まあ、そうそうそう、ちょっと応援してください、ね、一喜一憂しちゃうからね。で、今週の試合はね、でも面白かったかな、内容的には。まあ、最初やっぱちょっとバタバタして集中しちゃ見れなかったんだけど、うん、まあ、前半はちょっと主導権握られた感じはしたかな、俺の中では。うん、まあ、やっぱり前から話してる通りさ、川崎は攻撃だけじゃなくて守備もすごくて、うんうん、で、まあ、プレスの仕方とかもあったし、まあ、浦和があんまりこうボールを、ね、保持する時間っていうのはそこまで長くなかったのかなって、この他のチームと対戦してる時と比べて長くなかったのかなっていうのが、まあ、前半の印象で、で、まあ、その川崎の攻撃面でもさ、やっぱりこのゆるきんところをね、こう後ろに下げようっていう意図はすごくはっきり見えてたような気がするんだよ、うんうん、で、だから、まあ、左サイドバック山中選手だったと思うけど、まあ、こうゆるき選手がこう入れ替わってさ、こうディフェンスラインまでこう引っ張られる感じで攻撃を仕掛けてきてて、まあ、あれやられちゃうと本当にゆるき選手は良さが出ない、うん、で、まあ、攻撃にやっぱゴールから遠いから、こう高い位置取って中央に入ってシュートみたいなところは正直見れなくて、まあ、結構早い段階にで選手交代になっちゃったと思うけど、うん、まあ、あの辺はね、川崎は巧みなやっぱスカウティングだったかなっていうような気がした、うん、そうね。いや、でも俺見てたんだけど、うん、やっぱり川崎さんは、うん、あれですね、うん、ボランチとかがさ、戦力的に抜けてもさ、キツタとかすげえ良かったね、良、うん、かったし、ね、あと三笘選手のところはマルシーニョ選手が入って、ね、彼何ねえ、だから前所属が中国の重慶だったっけ、うん、そう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 、まあ、全く、まあ、正直聞いたことがない選手なんだけど、もうなんか攻撃に自信があるじゃない、うん、でさ、相手は日本代表酒井宏樹だよ、ここの写真に出てる通り、うん、絵で描いてある通りさ、うん、もう臆することなくバンバン仕掛けてくるじゃない。そうそうそう、で、浦和レッズとの対戦だけじゃないと思うんでね、他のチームのやつもちょっと見てたりするんだけど、
まあ、もう積極的にドリブルで仕掛けてきてさ、でもなんか周りの選手も1対1で仕掛けるなっていうのが分かってるから、うん、そういう風に中で準備したりとかね、なんかすごいよね。だから他のチームもかなり彼には手を焼いているのがさ、うん、と分かるからさ、まあ、といては言ってもレッズはもう黙ってやられるだけじゃなくて、うん、まあ、酒井選手と岩波選手、うん、まあ、だから岩波選手のカバーリングでなんとかなってたかなとは思うけどね、うんうん、この試合に関して言うと、うん、にしても切れ味がやばい、うん、本当にそう、ね、岩波、いや、よく見つけてきたよね。岩波選手のカバーっていうのもそうなんだけど、なんとなく分かんないけど、その右サイド関根選手だったよね、うん、スタートね。はいはい、そこはなんかさ、こうそこが下がりすぎちゃうのも問題じゃない、うん、だからなんかこう酒井宏樹選手 に任せて、まあ、結果的に抜かれるシーンもあったけど、こう、うん、意図的に任せてる部分もあったのかなっていうのは思ったかな、うん、はいはい、ただそのこの次の文で書いてある通りさ、うん、その伊藤敦樹選手のシュート、あれなんかすごくない？あのさ、だからまあ、そのボランチの位置ではさ、うん、やっぱ守備的だっていう風な扱われ方もすると思うんだけど、うん、なんか右足のインフロントにかけて逆サイド狙って、うん、まあ、ちょっとコース甘くてゴールキーパーもキャッチでもいけたような気もするんだけど、いや、ちょっと俺もね、あれキャッチできそうだなと思ったんだけどね、まあ、時間帯とあれでセーフティーにちょっと逃げたよね、うん、チョン・ソンリョン選手がね、逃げた感じで結果的にちょっと、まあ、落ちるところが悪かったっていうか、もうちょっと外にとか、うん、遠くにパンチングできればよかったのかもしれないけど、うん、手前に落ちて、ね、だけど90分もう89分だったと思うけど、酒井宏樹選手がしっかりゴール前まで、ね、うん、詰めてて、そうだね、あれはまあだから引き分けの段階とか勝ってる段階であそこまでは入っていかないと思うんだけど、しっかりもう1点 取らないともう負ける状況だっていうのが頭の中に入ってて、うん、まあ、積極的に前に出てるね、酒井宏樹選手は。そうですね、うん、もう酒井選手もね、なんかこうかなり痛そうでしたけどね。あれさ、あれもそうだよね、はい、俺がさいつも話してる、うん、あの、わ、うん、かる、だからさ、シュートが入った後にはさ、はいはいはい、ああいう接触はファール扱いにはならないんだもんね、うん、そうだね、イエローカード扱いにもならないんだもんね、ならないね、うん、シュートじゃなかったら、シュートじゃなかったらのケースあるか、あれ分かんない、だからゴールにあのさ、酒井宏樹選手が触ったボールが横に流れちゃってたとかさ、うん、こうトラップ気味だったとか、そういうことね、こうトラップでちょっと右にドリブルっちゃっていうか、こうボールが流れてたとか、うん、だとしたらファールで PK じゃないまあそうだね、そうかもね、いや、なんか物理的に、いや、なんかサッカーのルールって難しいなと思って、なんでゴール入った後だとああいう強い接触でもなんかお咎めなしになるのかなって、まあカードかどうか、ん、あのシーンに関しては、まあ、カードかどうかは微妙だと思うけど、仮、うん、にもっと強いさ、こう足の裏を向けたりとかしてたシーンだとしたら、うん、なんかそれでもイエローカード出ないと思うんだよね、ゴール入った後って、はい、うん、っていうサッカー七不思議がね、俺の中ではまだね引っかかってる部分ではあるんだけど、うん、ちょっと長すぎるかな、これちょっとこすりすぎかな、この間 ね、失礼いたしました、失礼いたしました、まあでもね、あの後もね、谷口選手ね、すぐあれだったの、あの多分感触を感じてしまったんだろうね、ああのすぐあの決めしてたね、さすがに、うん、そうね、いやでも本当にもうハイレベルだったね、あのもう、うん、なんかこれが J リーグですってなんか胸張って言えるような、うん、なんかこう内容の試合だったなと思って、ね、あの個人的にはね、結果としてはあの勝ち点1で川崎フロンターレさんが優勝したっていう結末でしたけど、うん、まあなんて言うんだろうな、この J リーグとして誇れる試合だったんじゃないかなって、うん、まあ、思うな、でも勝ち点がさこれだけ圧倒的でに、うん、ねえ、で何試合残して優勝、うん、5試合かな、4試合5試合残して、まあ勝ち点85とかでしょ、もうそれ以上ね、うん、なんか、うん、だからそういうチームにアウェーで勝ち点1ってよく考えたらさ、立派な結果ではあるけどね、いやそうなんだけどさ、おそこでは納得できないいや違うじゃん、いやほらやっぱさ、あの昔の、いや昔とか言ったらもうさ本当あれなんだろうな、なんかロースね、うん、言われちゃうんだろうなと思うけど、やっぱりね、うん、あったじゃない、あのうちの方が圧倒的に、圧倒的とはまでは言わないけどさ、
全然あのや勝てるなってあやる前から勝てるなみたいな感じの時もあったじゃない。まあ時代的にね、それからするとね、うん、なんかこう川崎が圧倒的っていうのはやっぱ悔しい、ね、うん悔しい素直に。またその鹿島とかガンバーとかがこう上位にいてっていうところとはまた違うなんかこう悔しさがある、うん、そうだね。まあでもまあまああと10年とかまた時が経つとまた印象が違うんだろうけどね、まあ、まあその、まあ、何年か経った後に振り返るとあの時川崎強かったねって話になったりするかもしれない、ね、うん、でもまださ、ね、それこそ J リーグで30歳でしょ、うん、ね、そうね。なんかこうなんか俺ねあんまり歴史を語るの好きじゃないんだよね J リーグで、はいはい、言っても30歳じゃない、うん、だからなんか伝統のみたいな話をされるとねちょっとなんかねうーんっていう感じ。そうね、なんかね、いや俺相撲もそうなんだけど、俺相撲結構好きなんだけどさ、相撲は日本の国技みたいなさことをさ言うとさ、うん、って言ってもまあ結構最近じゃんみたいな、数百年前でしょみたいな、ね、なんかねこう相撲の語源は住まうから始まりみたいなさ、武士がどうのこうのとかそういうのさ聞いてるけどさ、うん、って言ってもね日本だってかなりね何千年前からあるわけだしさ、うん、なんかその中で日本の歴史伝統みたいなことを言われると、うん、ちょっとってところがあるから、それに比べたらさらに J リーグなんてまだ30歳よ、うん、そうだね、ここからでしょ、うん、まだまだここからよ。でしかもさ、でしかもまあちょっとこの話もまた長くなって申し訳ないけどさ、はい、なんかさ J リーグ発足当時ね、まあ、浦和レッズお荷物クラブと呼ばれたりね、うんうん、大変だったって言って、うん、あの時期をみたいなことを言うけどさ、結構今も大変だよねこのさ浦和レッズを取り巻く状況って、うん、だから2010年とかその、まあ、今から10年前とかね、うん、でその後ミシャ時代が来てっていうところってさちょっと強かったじゃない正直。強かったね。でまあ結構選手にかけるお金も他のクラブと相対的に比べると結構上だったりしたはずだよね、うん、そこでさこの2020年2021年ってところでさやっぱりヴィッセル神戸の資金力とか半端ないじゃない。そうね、でそこは認めざるを得ないね。だけど一般的なファンの目線からしたらさ、ね、そんなのまあ正直関係ない人もいるじゃない。それでも勝つんだよっていうのって、うん、でも簡単じゃないじゃない、やっぱ強化費と比例するから、うん、チームの強さって、うん、でそういう期待の中で勝っていかなきゃいけない、うん、ACL 出場権獲得して優勝争いに絡んでいかなきゃいけないっていうこのねこの時期もかなりね後々振り返ると大変だっていうことになると思うよ。そうね、なんかこう惑わされずにそのちゃんと浦和レッズが浦和レッズとしてね今これまでのスタイルと大きく変わらず存続する、存続って言うとなかなか変な危機があるみたいな感じになっちゃうから違うけど、うん、を俺が望むけど、うん、まあ状況はねあのメルカリとかがね参入してきたり、うん、ミクシーが参入してきたり、うん、で多分その自由にね資金を使えるクラブがどんどん増えていってるから、うん、またこの先数年、まあ、近い 2,3 年の間に勢力図がまた変わるかもしれないけど、うん、どうなっていくんだろうね。いやまあでも伝統っていうのとかね、まあね その、うん、そういうのは大事にするっていう気持ちはねもちろんわかる、もちろんわかるんだけど、うんうん、どっちかというと俺はやっぱね改革派っていうか、まあ、新しいもの好きなんだよね、うんうん、だからこうなんかこう新しいものにチャレンジするっていうところはやっぱ応援したいなっていうふうには思う俺は。うん、あでもね、まあでもっつうかそのあんまりね母体企業って言っちゃうとまた語弊があるかもしれないけど、うん、あんまりそのその何て言うのあんまり密接にね関係を持っちゃうとまた簡単に傾くとも言えるから、うん、そこはねちょっと。まあ、何が正解かはこの先分かることかなって思いますね、うんはいうん、次はい次来ましたよ。でねあの鹿島戦は多分このラジオの時は終わってるんで、うん、あの試合の時に皆さん喋りましょう。勝ってるで勝ってるでしょ当たり前だよ勝ってるでしょそうですね、うん、ダブルですね、はい、綾瀬上田は止めますね、うん、任せと多分止めてますもう2、3、0ぐらいで勝ってるんじゃないかな
ああフラグじゃないことを願います。、はい、で次ですね、ワイはサリア、浦和サポのサリアってことですね、駒場に、お猿さんが、来訪しています。急にサッカーの話じゃないんだっていう、ね、これあれか、あのプロゴルファー猿かこれ。そうだよ、ワイはサリア、プロゴルファー猿やでしょ。いや俺ら世代ではないよね、猿と言ったら。世代ではない、ね、世代ではない。見てた、見たことある、あのアニメ。あの木のさ、うん、クラブで打つ人でしょ。そうそう、なんか裸足とかでやってて、なんかゴルフやってる人に怒られそうだけどな。そうですね、でまあ僕があの読んだことはありございません、はい、俺もないな、ちょっとね。と、うん、いうことでね、あのまあ三サポなのかなと、うん、お猿さんが、お猿さんが、そうそうそう、久しぶりに来てみたわって。そうそうそう、とはいうのはね冗談で、うん、なんかあれみたいね、あの群れの中でその若いオスザルは長い距離を離れ、群れを離れて旅をするみたいよ。これどっから来たのよ、うん、どこなんだろうね、玉とか。いやなんかネットの方でさ、なんか最強線の沿いを登ってってるみたいな、うん、そんな話を見たんだけど、この猿最強線乗ってるだろっていう、なんか見たんだけど、あそうね、東京の方とか、ね、そっちの方から北上してってたってこと。北上してってるね。あそうそうそう、だからどこなんね、どこ行くんだろうね、日光なのかな、秩父なのかね。しっかりと東照宮にお参りしに行くの、ね、もう埼玉県のさ修学旅行生じゃないんだからさ。駒場の島を握りしめてさ、これ駒場の島やで。そんな感じでね、お猿さん、まあ、大してねこれこの話題に関してね掘り下げることないですけど、あの皆さんあの見守ってっていうか、いやでもさ、あれそっとしておいてあげましょう。でもあれよね、でもね、小さなお子さんとかいる家庭はちょっと心配は心配だっただろうね、うん、結構凶暴だからさ、うん、しかも元気がいいからね、多分若いから。はい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 、うん、まあ、でも何、ま、もう途切れちゃったの情報は、どこにいるっていう。あー分かんないな、最新の目撃情報はこの辺ではあったけど、そこから数日経ったよね、うん、もうね。そうね、だからだいぶ移動してるんじゃないか、どっか行っちゃった。熊谷あたりにいるのかな。熊谷あたり、関越と、はい、東北自動車道、関越か、関越使っていくのか、うん、そうそう、鶴ヶ島ジャンクションあたりにどっちに行こうかなってなってるの。ヒッチハイクしてるかもしれない。次ということでね、はい、そうですね、これは掘り下げられない。はい、続いて、日本代表発表、酒井宏樹選手が選出されました。うん、俺はパチパチパチしとく、まあ、パチパチでいいんじゃない、なんかもう当たり前のような、ね、うん、感覚ではあるけどね、うん、まあね、そのやっぱり皆さんもね、そのフル稼働っていうのがあって怪我が心配だっていうのがやっぱり一番あるのは、あの すごい十分に理解できるんですけど、やっぱり酒井選手行きたいよね、カタール。もう本人ね、うん、だって年齢的にもね、なかなかこのカタール逃しちゃうとね、うん、次があるとは言えないからさ、うん、かんない、だからもう、うん、まあ、あの選ばれる限りはやっぱり全力で応援したいなって思います、はい、まあただね、俺まだね、その SNS やっててさ、うん、インスタとかでさ、うん、おすすめのみたいのでさ、こう一瞬酒井宏樹選手出てきた時にさ、うん、なんでって、まだねちょっと一瞬、あそうだよ、レッツだよレッツだよっていう、なんかこの違和感わかる、まあまあわかりますよ、うん、なんか江坂選手とかもさ出てくるじゃない、うん、なんでおすすめされて、あじゃあレッズにいるよレッズにいるよみたいな一瞬なんかあれってなるのよ、はい、そうね、なんかいまだにちょっとまだ、うん、いやそんなよそ者扱いするわけじゃないけどさ、うん、なんかこう、あレッズにいるんだよなっていうのをもう一回思い出すときはね、たまにある、うん、そうそう、まあでも本当にね選んでくれて本当に嬉しいですよね、てか他の監督でもまあ選ばれるんじゃない、まあ、でも確かに怪我ね、この前のそのゴールシーンじゃなくてなんかその前だったかな、うん、ちょっとなんかお尻のあたりを押さえてるシーンがあったと思うんだよね、そうそう、だから俺もなんかあの交代するのかなと思ったんだけど、ね、あ最後ね、西選手出てきた時ね、そうそうそう、でもこれしねえの、うん、しなかったね。
そうそうそう。でね、俺ね、これただね、これ一つだけ、はい、あの前田選手とか選ばれたり三笘選手とか選ばれたりね、少しなんかこう、はい、なんだろうな、あの人選に関してね、あの柔軟性が出てきてはいるんだと思うんですよね、うん、森保さん。ただゴールキーパーの人選よ、あ結構ここは少し納得いかない部分がある。選ばれたの誰か言える？誰か、川島選手と権田選手と谷選手ですね、はいはい、だから、うん、だからその選手たちがねどうっていうことではないんだけど、うん、でもやっぱあの西川選手もと、まあ、東口選手もね、うん、まあいて西川選手だってちゃんと結果は残していると思うんですけど、うん、っていう、うんうんのがあって、で、まあ、川島選手はあれなのかな、精神的支柱とかそういうイメージなのか。え、この前のさ試合も川島選手は招集されてた、うん、されてた、ね、されてたね、されてたけど権田選手が出てた。そうそうそう、なるほど、ね、今のじゃあ序列としては、前のところを考えると序列としては第一ゴールキーパーは権田選手、権田選手だね。いやまあちょっと具体的にはちゃんとあんまプレーは見てないから何とも言えないんだけど、権田選手のことに関して言えば、確かにでもネット関連で見てると東口選手っていう声は多かったような気がするね、うん、そうだ、東口選手すごかったじゃない、やっぱ直接やってね、今リーグ戦でね、うん、そうそうそうとか言って、あの清水とやって完封されちゃったりして冗談ですけど、まだもう1試合あるもんな。そう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 、いやでもやっぱちょっとね、あのまあその清水のチーム状況とかもあるから言えないのかもしれないし、うん、やっぱでも反応の良さはあったから、うん、この間の試合ね見てたけど、あ、はいはい、うん、でもちょっともう少しなんだろうな、あそこは次戦もう少し考えてほしいかなって思います。ゴールキーパー難しいな、ゴールキーパーね、確かに。でもこれでじゃあ川島選手入れないで権田選手谷選手ともう一人っていう風になると、うん、まあ、それで東口選手あたり入れるとか、まあまあ、はちょっとの方がバランスはいいのかな、うん、でもそこにだから権田選手、例えばね、例えば権田選手、うん、谷選手でザイオン選手入れるとかだとちょっとやっぱ不安はある、うん、まあ、不安こうだからまあベテランっていうか、まあこうまあ中心になるのが権田選手っていう形になるよね、そうなると。そうだね、うん、ちょっと弱いそれだと。弱い、いやでも、うん、権田選手もかなり長いけどね、もう代表もまあ結構コンスタントに出てるし、入っ、うん、メンバーに入ってるし、うん、まあ、海外での経験もあったりとか、まあ、実際日本代表の試合でね、権田選手が何かまずいプレーがあったかというと全然ないんだけどよ、うん、正直それで。じゃでもなんでうん、まあ、モッコ含めてみんなそういうふうにさ、うん、人選でっていうふうにみんな思うんだろうね。やっぱもうやっぱ繰り返し同じメンツを呼んでるからっていうのもあるんじゃない。でも谷選手を選ぶのは分かるけどね、うん、そこは俺も問題ないかなって思う、うん、まあ、正直は、まあ、ウラレッズファンとしてはね、まあ、ザイオン選手入ってほしいけど、うん、試合出れてないし、そうそうそう、まあ、うん、でも一番はやっぱあれなんじゃないか、純粋にそのリーグ順位が低いっていうのがやっぱ一番みんな引っかかってはいるんじゃないかなって思う、うん、あとはガンバ大阪も順位は高くないよね、うん、そうだね。でもそうすると権田バーサス東口で考えるのはちょっと違うってこと？俺そこなのかなと思ってた。そうなっちゃうか。権田バーサス東口で東口でしょっていう人が多いのかなと思ってた。あ、純粋に実力で見てね。うん。うん、そうか、そうだね。難しいな、これ。あとはあれだからな、ただシンプルに川島選手のなんかこう役割が。よう分からんっていうのもあるんじゃないかな。あ、まあ、確かにベテランになって難しいよね、そのさ性格面とかで、うん、なんか引っ張っていく感じにも見えないし、どっちかというと下から支える感じに見えるし、うん、そういう選手がチームにいることっていうのはどれくらいプラスになるのか、
その辺もちょっとはっきりこうファンの方には見えてこないのが不安要素なのかな。評価もできないしね、まあ、でもやってる人たちから、ね、とはまた違う感覚かもしれないけどね、ファンそこがちょっと分かれてるかもしれない、ファンの気持ちとチームの選手の気持ちとっていうのもちょっと違うかもしれないな、ね、でもチュミット・ダニエル選手はどうなったの、出てるよ、ね、出てねえじゃん、あ出てない、あ出てんの、いや分かんない、あそう、いやなんか なんとなくこうちらっと見てたんだけどさ、シュミット・ダニエル選手のウィキみたいなとかさ、はい、まあ、なんかすごく川崎フロンターレかなんかで強化指定選手に入ってたりしたんだよね、確かね、 大学生の時かな、なんか経歴見るとなんかすげえキャリアアップす順調にしてて、今29歳かな、うん、なんかそれぐらいだった気がするけど、うん、やっぱゴールキーパーね、息長いからまだまだ、ね、だし サイズがやっぱりさあるから安定してるしさ、うんうん、シュミット・ダニエル選手も入ってないね、そうか、試合に出てないのはあのポルティモネーセか彼かゴールキーパー、はい、うん、え名前忘れちゃったごめんなさい、柏のね、はいはい、あで、はいはい、で、まあこれに付随する形でね、スタジアム問題っていうのもまあ先週からねずっとにぎわいを見せてたんだけど、結局田島会長もにっこり我々の要請再スタしようっていうことでですね、あの浦和レッズさんもありがたいと言っていると、うんでね、実際あのそれよくねいろんな情報を見るとあの結局駒場も3月まで工事やってて、熊谷でやるしかなかったんじゃねっていうので、結果的に確かにウィンウィンっていう可能性があって、あこれ浦和レッズとしてってことそうそうそう駒場、あそういうこと、そうそう、でも3月ま で、うん、で予定としては工事はサイスタ その芝の張り替えというのは何月からだったの、えもうこのシーズン終わってからもう入っちゃうんじゃないか、シーズン終わってからの予定だったの、うん、でなんで駒場が関連してくるのそれに、あだってサイスタ使えなかったら駒場でしょ、浦和レッズかってこと、普通に考えたら、そう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 、でもシーズンオフなんじゃないの、あいやいやもうだってもうシーズン始まってるでしょ、 2月の末ぐらいから、あその来シーズンの頭に引っかかってくるってことだったんだ、サイスターの講師っていうのは、あ芝の張り替えが、うん、あなるほどね、うん、そうそうそう、はい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 、それでじゃあセカンドオプションとして駒場スタジアムじゃん、うん、でも駒場も工事中じゃんっていうことか、そうそうそう、それってそもそもなんでそういう予定だったの、いやまあだからだって駒場は埼玉市だしで指定管理者になってないでしょ、浦和レッズだからそういう日程がどうのこうのっていうのに浦和レッズは全く関与できないってことか、うん、駒場スタジアム基本的にはできないんじゃないか、はい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 、じゃあいずれにしろもしこのサイスタの芝の張り替えっていうのがあるとしたら、うんうん、やっぱ違うところになっちゃったんだホームスタジアムっていうかもしれない、ちょっとまあここはあれだけどね、だからもしかすると担当者頭を抱えてやってやってってなったのかもしれないでもなんか張り替え工事ってさ、うん、どうしても必要なことなように聞こえてくるんだけど、ね、あそれはそうだと思うよ、うん、じゃあでもこれやらなかったとしたらまたいつかやるってこと、まあ、だから来年かぶっちゃうんでしょうね、またそこはシーズンオフに合わせようとか時期的にそういう 2,3,4,4 月あたりにやらないといけないの芝の張り替えっていうのは、いやそこの時期は上がらないけど結局オフが一番長いのはそこだから、はいはいはい、一番基本的には影響が少ないのはそこなんじゃないか、シーズンの頭にかぶっちゃうけど、だ終盤に使えない方がやばいでしょ、ワールドカップ本戦中ってのは J リーグはオフになるのかな、来シーズンさすがにオフになるんじゃないかな、そこっていうちょっと具体的に分かんないけど、でもそれも一月ぐらいの話でしょ、まあ、そうだね、そんな長くないんだよね、うん、そうあれってなんかビッグイベントだからって考えちゃうんだけど、なんかオリンピックとかもそうだけど意外と短いんだよな、うんうん、でもあの田島会長のね
浦和レッズさんも納得してもらってますよっていうあの見出し、あれはでもどうなの、スポーツ新聞のせいなの、それとも田島会長のなんかが悪いの。いやあれさ、あのさインターネットのニュースもさ、はいはい、あの切り取った顔がさ、ね、なんかちょっと悪い顔だよね。ちょっとニヤニヤしてるっていうかさ。そう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 、大変だなと思って。いやいや、こっちは裏も何大義名分もありますからっていう感じがね、なんか透けて見えてね、いやだったら最初から説明してよと思いますけど。流れとしてはもう田島会長は、うん、まあちょっと推測も入ってきちゃうかもしれないけど、浦和レッズには話を通して、うん、その後埼玉県に話をしてるっていう感じなの。いやそこはわからないね。あ、うん、まあ、まあ、まあでも、まあ、正直ねこの事情がもしあったとしたら、うん、この浦和レッズとしては黙ってた方が得だよね。黙ってるっていうのは、いやいやいや、駒場は使えねえ、実は駒場も使えねえんだけど、あ、はいはいはい、まあ、そんなの知ってると思うけど、もっとあの使いたい使いたいってご利用してくれないかなみたいな。えなそういうなんかスケベ心も、あ、なんかあり得るのかなとか考えちゃったりもしたけど、まあ、そこもあって浦和レッズとしては、まあ、まあ、OK っていうかな、うん、まあ、まあいいですよっていう感じ、うん、使いたいにしょうがないなみたいな。ね、ただこれもファン、ね、ファンとしてはやっぱ説明不足で納得できない部分。あ、それはそうだと思うよ、うん、順番が違うよ。浦和レッズはこれに関して説明する義務あると思う？ねえんじゃねえか。ないか特に、うん、浦和レッズとしては関与しないで、別に叩かれないように黙ってる。そうそうそう、叩かれないようにとりあえずなんか、うん、波風立てないようにしておく。で、そういうことね。浦和レッズのファンサポーターは、まあ、うん、日本代表 の、 その、はい、サッカー協会の方に何か文句があればどうぞみたいな。そうだ、あ、田島会長って方がいるんだよ。ずるいな、ずるいな、まあ、政治だね、これもね。そうそうそう、まあ、わかんない。だから本当にね、あの情報がね全然見えてこないから、もう必死で調べたもんね、駒場の工事。でも全然出てこなくて、ただなんか予約表がなんか全部バツになってたけど、うん、うん、ちょっとね、なんかちょっと踊らせましたね。うん、もうレッズは自分たちのスタジアム持つしかねえか。いや本当ね、俺もだからやりたい、本当にやりたい、俺たちのスタジアム。いや、にゃんにゃんチャンネル、俺もうアイディアあるんだよ、俺の中には。いや、にゃんにゃんチャンネルが100万人登録とかいったらさ、ね、寄付でスタジアム建設の寄付をしましょうか。じゃあ、そうっす、遠い未来のお話です。はい、次。はい、はい、続いて、はい、選手権予選熱戦続く、木原玲選手爆発中っていうことですね。はい、これはあの選手権の予選がですね、全国各地で行われてまして、我らがというか俺たちの、木原選手はですね、連戦連発の、まあ、7ゴール、いや伊達じゃないなというのを、ね、見せつけてくれてまして、今ベスト4ですけど、これが配信される頃にはある程度また結果が出てるかもしれませんね。これは県予選ってことか、うん、7ゴールっていうのは。あ、そう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 、は、ん、1点とハットトリック、ハットトリックだったかな。京都だっけ、京都立場、京都立場、うんうん、どうなの、全国行くのかな。いやいやいや、俺そんな無責任なこと言えないけど、まあ、ベスト4まで来てるから、うん、まああれなんじゃないか、まあ可能性としてはかなりあるんじゃないかな、うん、で、まあ、まあね、木原選手がね、列に来ていただけるってことでね、そのままあの肩書きをね、日本一の肩書きを持って堂々とね、でいただきたいですね。これな、俺もね、このね、まあ、ストライカーって言っていいのかな、うん、木原選手のフォワードの選手でさ、うんうん、どうだ、浦和レッズはストライカーを育てる、どう。どういうこと、どういうこと、急に。いやさ、ストライカーを育ってた実績はやっぱりその鹿島アントラーズとかと比べるとさ劣るよね。まあ、まあ、鹿島はさ柳沢選手がいたりとかさ、ね、うん、まあ、興梠慎三も、まあ、鹿島さんって言っていいのかな、分かんないけど、まあ、うんうん、
若い時にねキャリアは鹿島アントラーズに積んで、はいはい、で上田綺世、うん、でまあ他綾瀬上田ね、うん、綾瀬上田ねにあのねあれもそうだよねベルギーでやってる鈴木優真だっけ、うんはいはいはい、もうそうだし、なんかこうあと杉本健也ね。杉本健也え、鹿島が育てたの？いやいやいや、それそうですけど。ね、いやなんかそういうさ、はい、こうやっぱ、うん、いやチームが勝つことももちろん大事なんだけどさ、うん、ストライカーを育てて、日本代表のストライカーはレッズが作るみたいなさ、そういうのもかっこいいなと思うんだけど、うん、ダメ？うん、いやいいと思うんだけど鹿島さんはさ、まあうん、そもそもベースとしてね大迫選手とかが、まあ、持ってるものが、まあ、そうだ大迫もそうだ、ね、良かったんだとは思うんだけど、うん、でもなんであんなに育つんだろうね、うん、やっぱでも実績があるからやっぱ選手は行きたがるんじゃない？うん、あその何あのポテンシャルが高い選手が集まってくるっていう意味ね。いやもうそうじゃないかなって思う俺は。そしたら育てるとかじゃねえじゃん。いやだからレッツは信用されてないんだよ。ああ。おーってなっちゃうけど。何も言えねえな。何も言えねえなそれ。特にフォワードの選手にはなんかこうだってこうね高卒なんか何人目ってすげえ何十年ぶりってこの前言ってたよね。うんそうだね。ね来ないじゃない。オファーしてないことはないと思うんだよね俺。うん。でも来ないから。そうね。まあ、でもだからここでねもう木原選手がこう成功していってどんどんねじゃんじゃん吸収していきましたよ若手選手をと言ってねあんまりねお互いしてねあのなんつうんだろうなその結局レンタルの旅に出してそのままキャリアを終えちゃうっていうのも悲しいから、うんうん、なんか鉄砲になんか片っ端が声かけるっていうのも違うとは思うけど、いや俺はねでもレンタルもねすごくね、うん、ポジティブに捉えてる派なんだけど、はい、レンタルっていうのに関しては、うん、なんか、まあ、フォワード今フォワードの話してて申し訳ないけど俺ね鈴木ザイオン選手、はい、来季レンタルもありって思ってるぐらい。いやっていうのもだから鈴木ザイオン選手と谷選手の差ってやっぱり試合出るか出ないかかなって思う、うん、ああまあねその2人がそうだね、うんまあ分かんないけどさで、まあまあ、来シーズン、ね、西川選手の出場試合がもう少し減って、うん、ザイオ選手が上がってっていう形の方が自然かなと思うけどワンチャンレンタルで J2 上位 J1 回くらいのチームに行ってフルシーズンやってっていうのも、うん、うんっていうような気はするんだけどまあ面白いかもねそれも、うんまあただうん、そのまま海外に行っちゃう可能性が出てきちゃうからあんまりそのなんか正解が分からんけどいやでもいずれにしろよいずれにしろ、まあね、この若い段階でもし西川選手を抑えて J1 で、うんまあ、30試合にね、まあ、その J1 とあのカップ戦含めて30試合近く出るってことになったら、もういずれにしろだと思うよザイオン選手に関して言えば、まあね、いやだからそこでもう一回その話をしたいのは浦和レッズはそういうふうに海外とか日本代表に選手を選出する送り出すっていうところにサポーター、うん、ファンサポーターはプライドを持てるかどうかっていうところなんだよ。はい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 、これはまあ分かんないけどその他のサポーターもね鹿島アントラーズも大迫選手が海外に行って日本代表でやってるっていうところにどれくらいプライドを持ってるかっていうのはまあ本当に見えてこないって分からないんだけど、うん、ダメかねどうかね。どうもっこはそのそだから例えば、まあ、長谷部選手なんかすごいじゃない、うんうん、でおそらく移籍金みたいなのは残してないよね。いやまあ分からんけどね、まあ、分かんないけど、まあうん、まあその、うん、だからそういう選手をいまだに誇りに思えている、うん、浦和レッズから出ていった原口選手浦和レッズから出ていって海外で活躍している選手っていうのにどういう感情がある？としてはあれじゃないか、あのあ個人の感想はともかくとして、割かし皆さんあれじゃないか、そこに対しては誇りを持ってるんじゃないか。うん。うん、いやフォワードも特にフォワードやっぱりさ、ブランドっていうかさ、まあねうん、顔になる日本代表で、はい、それが浦和から育つ。
素晴らしいじゃないですか。木原君1年目からバリバリやって欲しいですね、うん、で埼玉メッセージあるの。いやいやいや、木原君、はい、チャンネル登録よろしくね。ああそうですね、木原選手チャンネル登録お願いします。何言ってこれ。はい、ということですね。えこれ埼玉県は、うん、埼玉県はどう、うん、埼玉県は勢力図がですね、最近翔平とか松竹深谷とかであの聖望とかさ、なんかいろいろ出てきてたけども、今年は高校復活ってことでベスト4は武南、浦和南、立教ニーザ、西武大の4校です。立教ニーザ、うん、はあ、俺ら過去あったよね。50何年ぶりですね。あそう、でも強かったの立教ニーザって見たいよ。全然存じ上げませんでした、申し訳ないです。まあだからなんかすっごいさ、俺たち世代からするとすっごいあの見覚えのあるラインナップだよね、このベスト4がさ。すごくしっくりくるって、ね、まあ立教ニーザさんはねあれだけど、うん、西武大浦和南部の確かにね、20年ぐらい前にはこういう名前、ね、ちょうどだよね、うん、まあ、ちょっと浦和南はもうちょっとって感じになってきてたかな、うん、でも強かった、強かったね。浦和東強かったね、うん、あうちらの時代ね、うん、うちらの時代なんか混沌としてたね、 あの時代も確かにそうか、それちょっとまとまってないっていうか分散してた感じがあったね。そうそうそう、まだ効率に元気があった、うん、あはいはいはい。そっか、うん、でもそうか、この中で公立校は浦和南だけか。そうだね、そうそうそう、浦和南はみんな南高って呼ぶのかな、浦南って呼ぶのか。いや南高じゃない、南高だよね、南高だよね。どうだ、食べ的にはやっぱりどう、何浦和南、何勝つ、応援してるってこと、それとも勝つってこと。応援してる、応援してる、応援してる、応援してるのは。でもやっぱりなんか浦和レッズファンから親しみはあるよね、うん、浦和南はね。そうだね、やっぱ赤基地のイレブンだよね。でもタッチの世代からするとやっぱ西武大とかさ、やっぱ、ね、うん、強かった、うん、まあ、西武大ね、あの、まあね、同級生の友達とかね。そうそうそう、あの J リーガーになった人とかね、うん、まあね、なんかもう本当すげえ遥か昔のことだよね。何いきなり。いやいや、まあまあ青春してください。でもなんかね、無難のユニフォームをこの前ライブ配信中に触れたけど、かっけんだよな。いやもう本当よ、なんか伝統感が全然ブレないしね。あそのなんか西武大とかちょっとなんかデザインっていうか色合いが変わってたけど、ああそう、セブンってなんかさ、黄色ベースに緑の差し色とかだったけど、うん、黄色のイメージある、ね、黄色に黒みたいな感じになってて、国見、大宮南とかそっち系、大宮南って黄色だったっけ、忘れちゃったけど、うん、なんかね、ブナってなんか名前もかっけえよな、ブナ、うん、なんかメモ感がすごいよね。南っていうのもなんか強そうだよな、うん。ということでね、まああの高校生の方々本当に頑張ってください。楽しみに見させていただきます。最後までなんかドラマあるよね、はい、これさ選手権ここまで残ってさ、うん、あーそうね、受験すんの。勉強間に合わねえよな。こんなんな、ブナのこうなんか裏南もそうか、まあ、西武大は分からないけど、なんかアジア大とかに行っちゃうイメージあるな。行っちゃうってあれか、行っちゃうって言うと申し訳ないけど、なんかそれは語弊がありますよ。いやなんかさ、なんかトップのトップはさ、もちろんさスポーツでね、うん、もうあの関東リーグ1部2部とかのチームに行くんだろうけどさ、うん、そうじゃない子もたくさんいるじゃない、うん、そうだね、うん、立教ニーザは立教行けんのかな。どうか分かんないけどね、どれぐらいのあれかは。立教は確か大学はさあれなんじゃなかったっけ、一般の子も入る枠あるんじゃなかったっけ、サッカー部。うん、そうだったと思う。そうだよね、だからそうで、立教ニーザはね越谷西だったかな、この前の相手が、うん、へえ、ちょっとね、あの語弊なく言うと、もうちょっと公立応援しちゃいたそうただちょっと応援してたんだけど、まあまあ、浦和南も埼玉市立でしょあれ。あそうそうそう、で芝が綺麗だよね。何なのと。あの設備の皆様、埼玉県何税金そんなに払ってんの、埼玉市か。すごいよな。そう、
そりゃね行きたいよね。でさ、なんかもう、うん、なんか俺も高校受験とかの時にさ、いやもう、うんうん、サッカーでとか決めてないからさ、はい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 、もうそもそもなんか、うん、すごいよね。でもさ、サッカーやるために高校選べるってさ、そんな勇気俺にはなかったね、うん、正直。そうね、うん、まあ、大学もそう、もちろんそうだけどね、うん、サッカー続けたいからって言って大学選ぶ子とかいるじゃない。うん、いやすごいなって思って、もう俺なんかもろ、まあ、純粋にリスペクトだよね、まあ、そこに関しては、うん、なんか俺なんかもろさ、そのなんか 学歴みたいなとかをさとか、はい、そういう世の中だったよね、うん、俺らが子供の時ってさ、そう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 、教員になりなさいみたいなの分かんないけどそういうのは安定してるよとかさ、公務員とかの思考も結構強かったよね、多分今と比べると、うん、そうね、なんかだから大学とかでさ、サッカーを考えてっていうような学校の選び方なんかもできなかったから、いやなんか、いや応援したいなっていうところに落ち着くんだけど、うん、おじさんじゃねえ、いやいや、そう、若者をね応援したいなって、まあね、そう、うんうん、ってとこです。次、はい、次ってことで、ここからはね、もう本当にあの雑談です、はい、もうこれまでも雑談ですけど、はい、日本サッカーからメッシ級スター生まれない、なぜ生まれないのかっていう記事がですね出てましたね。そうね、これもだからさっきのね話にちょっとつながってくるけどね、うんうん、はい、なんかこの記事、そう、俺も見たんだけどさ、その大谷翔平クラスっていうのも出てたね、はいはい、大谷翔平とメッシみたいなのでそういうところが出てこないみたいな話はしてたんだけど、うん、まあ、まあ特別すぎるっていうところ、うん、いや、あの俺の感想を言っていい？はい、どうぞ。これいやいや、まずさ、書き出しからさ、うん、なんつうの、バロンドーラーもまだ生まれていないみたいなのを書いててさ、でなんかこう、なんかこう野球、高校野球を引き合いに出しててさ、あ、はいはい、あのセルジオさんが、うん、何をやっているんだろうって、そう、あの死んだ目になりつつあったんだけど読みつつでそう、高校サッカー連盟みたいなのを作るべきだみたいなことって、はいはい、うん、うん、でうん、ってなって、で最終的にはその何、勉強が先に行く、はいはいはい、どうしても来ちゃうのが、ああ、あのこの道場では、うん、やっぱスターは生まれないし、うん、その歴史、まあ、が浅いからみたいな話になってて、あのもう完全に死んだ目にありました何を言っているんだろうってなっちゃった、ね、厳しいね、うん、はい、いや、うん、なんかまとまりなくなりなっつうか、あ、まあ確かに、ね、最終的にそこかよって思って、あ、確かに俺もね、高野連とかね、そのなんか独立組織があったところはね、なんかあってなった確かにそこがポイントなんだっていうか、なんかそれで変えてどうなるっていう具体的な話も特に出てないかったと思うんですよね、うん、トピックは面白いのに、うん、なるほど、なんで最終的にそのブラジルのストリートサッカーがどうかみたいなその勉強第一なことがどうだとかっていう、なんかわけのわからんことになっちゃってて、いや、言うてもさ、あの海外のクラブのユースの子たちだって勉強してますよ絶対まあそうだね、うん、大事ですよ、うん、だってどうなるか分からないから、うん、どうなるか分かんないっつうのはさ、知識使うとき来るから意外に、うんうん、そうだね、もちろんプロに行く選手とそうじゃない選手もそうだし、プロ行った後もね、セカンドキャリアとかで、そう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 、もちろんそういう考え方みたいなのトレーニングみたいなのとか、うん、もちろん大事だから、そう、いやでも俺はね、うん、まあ最初一つ話をさせてもらえば、俺大谷翔平選手すごい好きなのよ、うん、はいはいはい、そう、ね、そんな感じ、推しの選手は大谷翔平ってプロフィールに書いてるぐらい好きなんだけど、はいはい、でもそこに関して言えば、すごく、まあ、今成功したっていう言い方しちゃうけど、成功した要因としては、まずその自分が何をやりたいかっていうのははっきりしてた、もう二刀流がやりたい、ピッチャーもバッターもやりたい、これを言い続けてることっていうのがまず素晴らしい、
で2つ目は俺はでもあと日ハムのやっぱり、うん、こうあの影響は大きいと思う、貢献度は大きいと思う、はい、だそれにをしっかり理解して尊重して、うん、まあ日本でやって海外に送り出したっていう部分で、うん、日ハムの貢献度もものすごく高いと思う、うん、だそれをサッカーに置き換えてさっきの話なんだよね、うん、まあ、木原選手もそうだけど、はい、うん、こういうプレイヤーになりたい、これが俺の特徴だっていうふうに高卒選手がしっかりと意思表示をして、それをサポートするプランっていうのをチームが組めるか、浦和レッズさんできますか。できます浦和レッズさん出てきます。でもさ、うん、あのこの記事で結局言いたいことってさ、そのそういったそのなんて言ったの、その子供たち、うん、その まだこれから、まあ、何者でもない彼らが育つ土壌を整えることが大事だっていうことなんだと思った、うん、あの大枠でね捉えてね、 ね、それに関してはあの同意するんだけど、で今までのねいろんなこの教育カリキュラムが変わったりでさ、うん、まあ、国のその教育の内容じゃないけどっていうのは柔軟に変わりつつあると思う、多少、うん、多少っていうか、だからそれからするとさ、最近のさ子たち、あの、まあ、これを始めてね結構かがり持つこともなんか、まあ、普段はあんま全然ないんだけどさ、うん、出てきて結構さみんなやりたいことがちゃんとあるなって思って、うん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 、サッカーに限らずね、うん、だからなんかいい方に進んでんじゃないのと思って、全体的に考えるんじゃなくて、うんうん、日本の社会みたいなことを考えてってことだね。そうまあその生き方っていうか、人材が流れちゃうっていうのがあるけどね、うん、それはそれで、うんうん、まあでもね、あとフィジカルよ、やっぱスポーツはフィジカルっすよ、まあ、そこに行っちゃいますか、うん、はい、基本的にね、まあ、その高校とか大学とか、うん、俺は、ね、サッカーで選べなかったっていうけど、うん、でも俺はもうモッコにずっとジェラってる部分ではあるよ、ジェラシー、まあ、170、そう、もうね日本人の平均身長170いくつとかね、まあ、俺は もうそこのあのよ、はい、もろ、はい、そういうプレイヤーがセンターバックで生き残る術はね、まあ、正直なかったと思う、うんうん、だからやっぱりね、まあ、フィジカルで圧倒的な選手を、はい、うん、そこが俺はね、もう申し訳ないと思う、あのでもはっきり言わせてほしいのは、やっぱそういうのでふるいにかけられるっていうのも、うん、まあ、うん、あるはある、現実としてね、あると思う、うん、俺は、うんうん、まあだからそういう、まあ、人材がね、まあ、野球に流れちゃうっていうのもあるかもしれないしけど、まあ、そこをベースに、あとまあその大学で続けていくっていうのもね、すごく、まあ、夢を持ってやることは素晴らしいと思うけど、まあ、なんかこう、うん、はっきりとした、うん、プロになれるなれないみたいなのとかも、うん、なんかこう、うん、根性論じゃなくて、うん、なんか冷静に分析して伝えるっていうのも大人の役割なのかなっていうような気はする、うんうん、真面目な話になっちまいましたね、はい、だからまあでも言うてさ、もうそもそもそのスターが必要だっていうのもあるんだけど、はいはいはい、あのまあ、結局突然変異っていうのもあるから、なんつうか突然ポッと湧いて出てくるものだと俺はもう正直思って、まあメッシなんかそうだよねそうで言うてさ、あのアルゼンチンが素晴らしかったというよりはさ、その早くからさスペインの方に移ってさ、あの伸ばしてあげたっていうさ、まあ親御さんなのか分からんけども、まあ、っていうところだよね結局一番、うん、だからその日本でやる必要性があるかっていうのもあるしさ、久保選手もバルサ行って、まあ、日本に戻ってきてもう一回スペイン行ってっていう感じだから、うんうん、なんだろうと思って、うん、このセルジオさんの言ってることがよくは理解できませんでした俺も財をもう海外行けもうでもなんかプレミアとか最近見てるとさ、もうゴールキーパーすげえじゃん、はい、みんなうめえじゃん、うん、もう下位チームのゴールキーパーとかめちゃくちゃうまいからさ、ね、まあね、ちょっと J リーグと比べちゃうと、なんかもうゴールキーパーの差はちょっと歴然としてるかなっていう、うんうん、で
他のトピックとしては、はい、まあちょっとね、まあ、読むだけにしますね、はい、そうですね、うん、やはりデニッシュルズ、キャスパー、おせち堪能ということでね、あの正直本当に美味しいと思ったかどうかなって分からん分からんな、伊達巻きかな、伊達巻きはいけるんじゃないかなということで、あともう一個、これね、あの5時がありますけど、レオナルド、日本にね、視線ということで、うん、まあ、中国のね、クラブが、まあ、経済危機にあって、うん、レンタル中ですけどね、うん、で、なんかこう、匂わせですよ、すごいやな、ずっとじゃん、でもね、浦和レッズから、うん、まあ、出ることになって、そこからずっと SNS でラブコールを送り続けてるからさ、そう、いや、なんかもうさ、そのちょっとあっただけだろってずっと思ってたんだけどさ、まだやってる、まだやってるって感じでさ、うん、でもなんかさ、その、どうなのね、その、キャンプ中に今、出ていくことになったじゃない、うん、レオナルド選手、うん、でもあれってさ、なんか、そんなに批判されることなのかなっていうのなところもあって、はいはい、いや、浦和レッズも売りたくて売ったよね、そうだろうね、まあ、実際今ね、そのお金なのかな、でも本当に全部お金回収したのかな、あ、でも大丈夫か、3等の方だから、まあ、レンタル実際移籍したのは、ね、うん、だから、うーん、いや、双方納得っていうか契約だし、それでをクリアして移籍してて、浦和レッズにもう移籍金っていうプラスが入ってるわけだから、いや、レオナルドありがとうでいいんじゃないかなって、なんかあんまりこう、まあ、裏切り者的なのは全然違うかなって思うんだけど、うん、まあね、ちゃんと移籍残してね、うん、まあ、ちゃんとその移籍期間に移籍してるわけだから、うん、まあ、タイミングは遅かったのは事実だけど、うんうん、いや、ありが、俺はありがとうの気分なんだ。なんで、そういうことで、次ですね、家元さん、今季限りで、まあ、トップカテゴリーの方は優待されるということで、うんうん、お疲れ様でしたなのかなって、うん、俺もね、これ聞いた時、あ、お疲れ様、家元さんって思ったけど、うん、よくよくなんかこう過去の記憶がさ、蘇ってきちゃったねそれ怒りの感情まあまあ、そう、うん、家元さんな、うん、うん、ってなっちゃったないや、でもさ、まあ、でもそれでもね、うん、そうね、なんかでも、あのさ、ツイッターかな、うん、で、なんかそれを報告してたのかな、はいはい、うん、なんかあれのポジションも結構攻撃的だなと思って、なんかその批判してくれた人ありがとう、あなたのおかげでなんか、なんか優しい気持ちを持てましたみたいなこと言って書いてあってさあ、なんかやっぱ自分の意思を結構ちゃんと表示する人なんだなって思って、まああれだよね、この今までの日本のなんかこう中で生まれてこなかったそんなの人材だよね、うん、でもまあ 48歳が早いか遅いかっていうのはちょっとはこの場ではっきり言えないけど、まあお疲れ様でしたって感じが、うん、まあ、そうね、うん、心配いないとやっぱサッカー成り立たないし、やっぱりね、心配やってる人とかからするとさ、また 見え方全然違うんだろうなと思うけどね、俺たち全くやってないし、うん、批判されたりとかしないからさ、好きなこと言えるけどさ、うん、やっぱそういう立場に立って考えると、うん、全然見え方は違うんだろうなって、うんうん、多分ね、俺みたいなメンタルのやつはね、速攻で、あれだと思う、あの第4シーンやらせてくださいまあなあ、でも選手以上にプレッシャーかかるかもね、そのやっぱミスはあるからさ、それを引きずらないっていうことに関して言えばさ、でもこれだって J1 の試合やった後に J2 やったりする人もいるでしょ、その土日とか、そうだね、うん、だからさ、切り替えがさ、選手以上にね、高頻度である、そうだよね、あるから大変だよね、そうで、しかもあの選手の特性とかもある程度インプットして、うん、なんかこうレフェリングしているだろうから、うん、本当に大変な仕事だなって、うん、あの大人になった今なら思えます、うん、なんかさ、あとそのなんか YouTube のチャンネルかなんかでさ、はい、あのお名前ちょっと分からないんだけどさ、うん、イエローカードはこっちのポケット、うん、レッドカードはお尻のポケットとかさ、はいはい、そういうの説明しているのを見たんだけどさ、はい、でも日本チーム本当真面目だよね、うん、俺なんかそれをさ聞いて頭の中に入れながらさ、これプレミアどっか見てたんだけどさ、この前ポグバがレッドカードで退場した時かななんかあれなんかイエローカード VAR 取り消しでレッドカードみたいな
あのイエローじゃなくてレッドでしたっていうやつとかでさ、普通になんかこう右手 でイエローカードをこう挟みながらレッドカード表示してるみたいなさ、こうあたふたあたふたしててさもう日本人からしたらこんなの分かりにくいとかさ、こうだからプロフェッショナルに分かりやすくとかさ、すごいやるんだろうなと思って、でもあんまりそういうね、いやまあ日本人のやつをベースに考えると海外の人っていうのはやっぱり適当なにやってる人も多いんだろうなって。そうね、真面目すぎて、まあ、流れとかは読む力とかはまあ秀でてるのかもしれないけど、うん、その規定とかそういったところに準じて正確な判断を下すっていうのは、まあ何だろうな、あの日本人レフェリーは優れているのかもしれないから、まあ何とも言えない、はい、まあ言うてても試合ではちょっと言っちゃうかもしれないですけど審判の皆さんいつもありがとうございます、ありがとうございます、ここで、ここではそう言わせてください、そうですね、今気持ちが落ち着いてるからと、はい、いうことですね、あの本当最後ですね、最後のトミックピック新勝手に新コーナー君たちは裏の未来だということで、もうすぐに証明するかもしれないですけど、レンタルで、まあ、各クラブに、ね、あの散っていった選手たち、皆さん、出場していますけど、ちょっとゴールキーパーの、まあ、お二方はちょっとうん出られてない状況が続いてる。そうか、福島選手もレンタルで行ってるね、うん、これ一応ね、一応ねっていうのは分かんない、育成型とかそういうあれではないってこと、うん、そう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 、まあということでね、まあ皆さん結構出場してて、まあ一番やっぱり荻原選手かな、うん、上から3番目かな、これちょっと文字が小さくなっちゃう、じゃあ4番目か、上 4番目か、うん、うん、いやー戻ってきてほしいね、うん、てかまあみんな戻ってきてほしいんですけど、71分まで出たってことか、はい、これそう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 、はいはいはい、もう戻ってくるんじゃないの、うん、っていうふうに結構ちょっとね、だから結構でもこう見るとさ、あれだよね、うん、結構ちゃんと出場機会掴んでんなって、ね、俺思っちゃった、そうだねしっかり大城選手って、蛍君だ、うん、ね、うん、うん、大城選手ね、うん、はい、フル出場してましたよね、うん、ちょっとね、あの応援していきましょうよ、全員戻ってくるか分かりませんが、うん、はい、ということでですね、はい、以上が、今週のコンテンツ、だいぶ長く喋ったんじゃないかこれ、うん、まあ、作業用で聞いてください、はい、あのそうっすね、そう、まあ、ご意見ご感想あれば、ね、コメント欄の方に、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、チャンネル登録もよろしくね、高評価もよろしくお願いします、バイバイ、バイバイ、おやすみなさい、おはようございます。